フェニックス、フェニックスは、アメリカ合衆国アリゾナ州マリコパ郡にある都市、同州最大の都市か州都である。フェニックスの愛称は、太陽の谷、バレーオブザさんである。日本語では、不死鳥のフェニックスから寛容として、フェニックスと表記されることが多いが、英語での発音はフィーニックスであり、フィニックスなどの表記が用いられることもある。 フェニックスは1867年に灌漑事業と共に創設され、開拓者らが都市を創設した。20世紀前半からニューディール政策によるコロラド側の電源開発、ルーズベルトダム、フーバーダム、クーリージダムの開発によって、無人像の電力を供給、軍事産業に関わる航空機産業や電気機械工業が発展していき、今日では、 半導体などのエレクトロニクス産業、また観光都市としても発達している。なお、砂漠のど真ん中に都市が形成されているため、郊外の至るところでサボテンが見られ、市の象徴にもなっている。当初はロサンゼルスやシリコンバレーに遅れをとっていた。しかし、1990年頃から安価な労働力と広大な土地、安い税金、そして精密機械政策には、 公的な温暖で乾燥した気候、大消費地への近さという条件が相まってカリフォルニア州から大量の半導体、エレクトロニクス産業が流入してきたことで急速に発展した。シリコンバレーにあやかってシリコンデザート、砂漠と呼ばれることがある。フェニックス近辺にはグランドキャニオン国立公園、サワロ国立公園や化石の森国立公園など14に上る。 国立公園がある。また、古くからのインディアン遺跡、開拓時代を色濃く残す街並みなどが至るところに、点在しており、観光都市としても注目を浴びている。フェニックスは、アリゾナ州中央部の北緯33度31分42秒、成形112度4分35秒に位置している。そのラサバクの北端にあり、平均海抜331メートルである。 アリゾナ州の他都市としては、南西に通村、北にフラッグスタッフがある。コロラド側の支流の平川のさらに支流のソルト川、枯れ川の広い谷にあるので、フェニックスの愛称は太陽の谷、またはソルト川の谷、と呼ばれている。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積1 2 3 0 5トルで、ある。 このうち1 2 2 9 9トルが陸地で0 6トルが水地域である。総面積の0.05%が水地域となっている。欠片の気候区分では砂漠気候 BWH に属する。年間を通して温暖で夏は日中摂氏40度を超える気温となり非常に暑いが乾燥しているため過ごしやすい。冬は 日中摂氏20度を超える気温となり、朝晩でも摂氏4度以下に下がることは、ほとんどないため、雇用都市としても注目を浴びている。最高気温記録は1990年6月26日の摂氏50度、最低気温記録は1913年1月7日の低、摂氏8.8度である。2000年現在の国勢調査で、この都市は、 人口132万1045人、46万5834世帯、及び30万7450家族が暮らしている。人口密度は1074、経平方メートルである。403、経平方メートルの平均的な密度に49万5832件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人ーセント。 アフリカン・アメリカン5.10%、先住民2.02%、アジア系2.00%、太平洋諸島系0.13%、その他の人種16.40%及び、根血3.28%である。人口の34.06%はヒスパニック、またはラテン系である。 この都市内の住民は28.9%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.9%、25歳以上44歳以下が33.2%、45歳以上64歳以下が18.8%及び65歳以上が8.1%にわたっている。中央値年齢は31歳である。 女性100人ごとに対して男性は103.5人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は102.7人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は4万1207ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は4万6467ベードルである。男性は3万2820ベードルに対して、 女性は27,466ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入、パーキャピタインカムは19833ベイドルである。人口の15.8%及び家族の11.5%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の21.0%及び65歳以上の10.3%は、 貧困戦以下の生活を送っている。なお、2000年現在の国勢調査では、メサ、グレンデール、スコッツデール、テンピなどを含めた都市圏の人口は約325万1876人で、全米14番目の規模であり、2007年の推計では417万9427人まで伸び、爆発的な人口増加が続いている。 フェニックスの最初の新聞は1880年にフェニックスヘラルドへ名称変更した週刊誌ソルトリバーバレーヘラルドであった。今日、フェニックスは2つの主要な日刊誌によってサービスされている。一つはアリゾナリパブリック、グレーター大都市圏をサービス、もう一つはザイーストバレートリビューン、イーストバリの都市を主にサービスである。 フェニックスはいくつかの主要なテレビ局によってサービスされている。このリストは不完全である。アンフム。日本人初の NBA プレイヤータブ臥ゆうたがフェニックスサンズに所属したことで日本国内で名称が一般的に知られるようになる。スコッツレールには全米有数のゴルフ場が多数見られ、4大トーナメントの一つにも数えられる。 全米プロゴルフ選手権もよく開催される。その他モータースポーツも盛んである。アバンデールにはナスカーのレースが行われるフェニックスインターナショナルレースウェイがあり、1989年から1991年まで、会一アメリカグランプリフェニックス市街地コースで行われた。また、メジャーリーグのキャンプ地としても有名である。春はテンピ、スコッツデール、 フェニックス、メサ、ピオリア、サプライズに分かれて、キャンプが張られ、リタイア層が多く感染する。フェニックス地域の公共教育は30学区によって提供されている。この地域の高等教育の主要な機関は、本校が天日に位置し、フェニックス及びメサに文校を所有するアリゾナ州立大学であり、アメリカの中で大きな州立大学の一つとなっている。 フェニックスに本拠地を置いている。ここはアメリカ、カナダ、メキシコ、オランダ、プエルトリコの至るところにキャンパスがあり、13万人以上の学生を有する私立大学で全米一の大きさでる。また、マリコパ軍の至るところに成人の教育及び職業訓練を提供している10校のコミュニティカレッジ及び2つの技術訓練センターがある。 フェニックスの主な道路は i-10,i-17、US-60 などがあり、交通の要所になっている。鉄道は、以前市内にユニオンパシフィック鉄道の駅があったが、今は移動して市内から少し南のマリコパにあり、アムトラックのサンセットリミテッド、ニューオーリンズ・ロサンジェルスと、テクサス・イーグル、ロサンジェルス・サンアントニオ・シカゴが利用できる。 航空関係は I-10, I-17, US-60, 修道51号線及び修道202号線の交差点近くのフェニックス、大都市圏の中央部に位置する、フェニックススカイハーバー国際空港、IATA, PHX, ICAO, KPHX によってサービスされている。スカイハーバーは2000年に3600万人以上の 旅行者を取り扱い、全米で5番目に忙しい空港である。この空港は100以上の都市に直行便のサービスを行っている。ブリティッシュエアウェイズ、エアカナダ及びルフトハンザドイツ航空は、ロンドン、トロント、メキシコ及びドイツのフランクフルト路線を提供している国際航空会社である。メサの郊外にある IATA、我が ICAO、キワは、 地域の商業航空交通も提供している。ここは1993年に閉鎖されたウィリアムズエアフォースベースを転用し、主要空港のスカイハーバー国際空港を保管するため商業空港とすることを試みている。この空港は時々近距離目的地へ旅客を運ぶため、チャーター航空会社からのボーイング737型機を受け入れている。 個人及びビジネスジェットの主要な運行を行う空港としてスコッツデールのおよびメサノなどがある。フェニックス大都市圏内の公共交通機関はバレーメトロが提供しており、これはバス系列及びライドシェアを運行しているバレーメトロバスと2008年にライトレールの運行を始めて、今はフェニックスダウンタウン国際空港、テンピ、 メソの東西20マイルを結ぶようになったバレーメトロレールに分かれて運営している。また2018年12月、ウェイモが自動運転タクシーの商用運用を始めたのにバレーメトロは協力している。フェニックス姉妹都市委員会フェニックススターシティーズコミッションによればフェニックスは以下の10の姉妹都市を有している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。